AC トランスポートのドライバーです。はい、じゃあ自社のドライバーの皆さんに皆さんはなって聞いてください。テーマは自己撲滅です。はい、自己撲滅で、発表していただきます。それでは7分間元気よくどうぞ。 AC トランスポート福島です。よろしくお願いします。僕は AC トランスポートから事故をなくしたいです。こちらをご覧ください。昨今ニュースなどで悲惨な交通事故を見たり聞いたりしますが、これらニュースやこの映像を見て皆さんはどう思いますか？決して他人事ではなく、私たちドライバーにいつ起きてもおかしくありません。今日は私たちドライバーが今一度事故について考え、知っていき、みんなで事故撲滅を目指していきましょう。まずはこちらをご覧ください。こちらは平成25年度に起きた事業用貨物自動車の事故類型別事故件数を表したものです。18,491件も事故があり、その中でも群を抜いて多かったのが追突事故です。僕自身過去に追突事故を起こしたこともあります。次にこちらをご覧ください。こちらは運転者の年齢別事故件数を表したものです。40代の追突事故が3132件と最も多く、次いで30代で2270件、50代で2009件の順となっており、今 AC トランスポートに多い年齢層の30代から50代の追突事故が約 76% も占めていることがわかります。次にこちらをご覧ください。こちらは AC トランスポートで起きた保険適用事故件数を表したものです。悲しいことに毎年事故があります。そしてこれら全てが追突事故によるものです。皆さんご存知でしたか？過去にトラックに追突し相手を横転させ道路を半日以上も通行止めにさせる事故を起こしたり、5台が絡む追突事故を起こしたこともあります。私たちが乗っているのはトラックです。トラックは鉄の塊です。4トン車は約8トン、2トン車は約6トンもあり、そんな鉄の塊が前の速度に向かって前の車に追突したらどうなるでしょう。トラックは凶器です。自分には関係ない、そう思わずこれらのデータを知っておくことだけでも僕は無事故へとつながると思います。私たちが今行っているこちらの無事故記録表も、毎日記者後今日も一日無事故で帰ってきたな、明日も無事故で頑張ろうと無事故で帰ってきたことに自信と誇りを持って書くことが大事です。ただやらされて書くのではなく、明日の無事故に対する決意を持って書いてください。ミーティングもただ参加するのではなく、どんな些細なことでも情報を共有し、お互いに案を出したりと有意義なミーティングにしていきましょう。今後全車ドライブレコーダーを搭載し、外はもちろん運転姿勢なども見られるようにし、常に見られていると意識するだけでも無事故へとつながると思います。僕はAC トランスポートに入社し10年、今までたくさんの事故を見てきました。僕自身も6年前に追突事故を起こしたことがあります。相手の方は首を痛め仕事もできなくなり、大変ご迷惑をおかけしてしまいました。僕自身も免許停止処分を受け、会社や仲間そして家族にも大変迷惑をかけてしまいました。大好きなトラックにさえも乗ることができませんでした。こんな経験は二度としないと心に誓い、またこんな経験を皆さんにはしてほしくない、そんな思いで
僕は今日自己撲滅をテーマにしてきました。皆さん想像してみてください。事故がなくなれば保険料が下がり経費も下げられます。業績が向上します。業績が向上すれば社風も良くなります。働くみんなが幸せになれます。会社や家族みんなが幸せになります。すいません、我が社の経営理念でもあるお客様にありがとうを届け、関わり合う全ての人に幸せを運ぶ、これを常に意識し、みんなで楽しく笑って仕事をしていきましょう。そしてみんなで AC トランスポートから事故をなくそう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。時間は5分47秒でした。はい、はい、それでは記入の方お願いします。はい、それではじゃあまずは受講生の皆さんから記入を。カモさん、いかがだったでしょうか。お疲れ様でした。まあ以前の理由ですね、今度のスピード、内容をですね、大変良かったなと思います。ただ、本当に残念だったのは前回の私と同様、時間が、やはり、早くなってしまったというところで、非常に、惜しかったというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、ヤメさん、いかがだったでしょうか。お疲れ様でした。伝えたい内容はですね、3番ですから、まあ、言葉も少ないんですけど、まあ、映像もあってですね、非常に内容が良かった。こういうのと思ってですね、非常に感動しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは、ワイザーお願いします。はい、福島さん、お疲れ様でした。ワーポイントを使った話をされて、もちろん何も見ずに自分の言葉で話されて、相当な練習量だと思います。すると映像もまず衝撃的なところから始まって、データが出て、また、今度は狂気とかっていう衝撃的な言葉を使って、最後は社員のみんなとの団らんがすごくこう、なんていうのかな、こっちが見てても、僕が、社員さんでドライバーさんだったら、すごくこう、こういうことなのか、あ、これこういうことを起こしたら自分はこういうふうになってしまうんだ、迷惑かけるんだなとかっていう思いに駆られて、最後までも元気に、みんなで、食事会できたみたいな、すごくドライバーとずっしり心に入るような映像でした。構成でした。で、なぜここまで完璧なのに5分47秒だったなとは思ったんですけど、僕ね、福島さんの連盟の時の自分を例えたら、その時もこういう業界にいたんですけど、そんなこと考えたこともなかったし、そういう時代でもなかったし、会社も先輩も仕事そんなの見てやる覚えろ、ミーティングなんかやるんだよ、背中見て覚えろみたいな、会社も休憩するのは自分たちで決めろ、どこまで行って帰ってこいなんていう、そういう時代だったんですね。なんで僕らもそういう中で育ってたので、なんかこう悶々としたこういう業界はこういうもんだなっていう風な流れで来てましたけど、もう福島さんのね、この今の話聞いて、どこまで真面目かって思っちゃうぐらいしっかりして、驚いてます。なんか話がちょっと高くなっちゃうぐらい、驚いてます。で、5分47秒の話に戻ると、作りに作りに作りすぎたがゆえの、こう少し短くなっちゃったっていうところを考えると、少し自分の体感時間の中で早く、もし覚えていたら、アドリブとか、実は作ってきた言葉、勉強してきた、予習してきた言葉じゃなくて、ここで突破的にできる言葉をこう体験談とか入れたらよかったのかなと思うぐらいですけど、完璧な、本当に感動したプレゼンでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、福島さんお疲れ様でした。本当に感動させられる内容でした。で、この
イラストも抜いてもらって本当工夫されてもゼロゼロですよね。に、まあ、トラックであったり人であったり、まあ、そういったところに工夫されてそこに意識がいってるっていうのがまずすごいなと思いました。で、まあ、内容もそうですよね。最初の方からやっぱり今イエズアドバイザー言われたようにドライブレコーダーの映像を使われてまず聴衆側を引きつける、もう本当起承転結がしっかりされているような、あの構成がもうストーリーの構成がしっかり 最初から最後までもう本当されているような内容で、もう聞いてる側としても食い入るような形で聞くことができました。もうそれは本当に構成だと思います。最初にああいう衝撃な映像からいってグラフ化して数値的に訴えて、で最終的にはやっぱりみんなでの、こういう事故をなくして最終的にはこういうふうにしていこうっていう自分の思いまでも伝わった内容だったということは本当にしっかりと構成を考えられた結果だと思います。本当にそこはよかった、よかったです。で、まあ、皆さん言われるような形での時間配分、そこがまあ惜しかったなっていうのは一つあるんですけれども、まあ、そこでもっともっと福島さんの熱い気持ちを、盛り込んでいってもらうことによってさらに、ボリュームの出た発表になると思いますので、また今後も、工夫されてですね、どんどん皆さんに発信していっていただきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。福島さん、お疲れ様でした、ね、使えるよね、これ使えますね、これね、思いました。どうして時間ないやった？いや、高野練習の時はほぼだったんですけど、待とうかなと思ってます。だけどね、1分20分ぐらい話してた。いや、びっくりして、だこれは7分で言えるかなと思ったんですけど、ね、まあそこ、だけどそこだけはね、まあそれをね、皆さんが投票か、点数に、反映されてるかちょっと分かんないですけど、あのやっぱり今お二方、アドバイザーおっしゃったようにこう構成とかストーリーとかね、そういうプロデュースは、これって誰と一緒にやったの？は、もう佐藤部長だったり、石川主任だったり、もうみんな僕一人だよ、チームプレーだよね。福島さん痩せたね。練習しなきゃちょっと痩せちゃった。いや、そんなことない。はい、はい、いや、で僕が一番感心したのは実はトラブったでしょ、あの時うろたえなかったもんね。あそこがすげえなと思ったんで、だからもしこの採点用にトラブル対応っていうのがあったらね、高得点、もっと高得点だったと思うんですけど、まあ、非常にもうレベルの高い、内容のプレゼンテーションでした。本当にこう、2年半前だったと思うんですけど、福島さんと初めて会った時からしたらもう別人のようなね、あの成長に感動させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとミスもあり、本当は今日悔いのないように全力でやるつもりだったんですけど、正直悔い残っちゃいました。だからこれを今度会社でぜひミーティングの時に本当に自社のドライバーにやります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。